パンと恋と夢は1953年制作公開ルイジ・コメンチーニ監督によるイタリアの映画であるイタリア式コメディの一作本作は1953年にキタヌスが制作ラツヨ州ローマ県ローマ市内にある同社撮影所でセット撮影同県カステル・サンピエトロ・ロマーノでロケーション撮影を行って完成 同社が配給して、同年12月22日、イタリア国内で公開された。1954年に、同国内のベネツィアで開かれた第4回ベルリン国際映画祭で、銀マ賞を受賞。同年のナストロダルジェント賞では、ビットリオデシーカの相手役を演じた、ジーナロロブリジーダがナストロダルジェント主演女優賞を受賞した。同年、続編、パンと恋と、 シットが制作され、同年12月6日にイタリア国内で公開された。日本では、1955年にイタリフィルムが輸入し、同年7月9日、日本シネマコーポレーションとの共同配給により公開された。日本でのビデオグラムは、1989年12月16日、ハピネットが VHS セルビデオとして発売。 2008年5月29日、ウエストブリッジが DVD として発売した。ありがとうございます。